スマホ、タブレット、パソコン、ウォークマンに Bluetooth でワイヤレスにつながる高音質コーデック、アプト X 採用エレコム、ピュアサウンドワイヤレス。 Bluetooth のペアリング方法をご紹介します。マルチファンクションボタンを5秒以上押してペアリングモードにします。電源オン時の作動音が鳴り、 LED ランプが消えた後3回青に点滅しますが、そのまま押し続けてください。 LED ランプが赤から青へ交互に点滅すればペアリングモードです。次に iPhone、iPad の設定をタップしてください。Bluetooth をタップし、オンにします。Bluetooth がオンになると、自動的に周囲にある Bluetooth 機器が検出されます。製品のデバイス名をタップし、接続済みの表示を確認してください。LED ランプが7秒に2回青色で点滅すると、ペアリング完了です。Android スマートフォン、タブレットの場合、マルチファンクションボタンを5秒以上押し、ペアリングモードにします。画面上部からスワイプし、表示されたメニューから Bluetooth をタップします。Bluetooth をオンにすると、周辺にあるデバイスを検索します。一覧から製品のデバイス名をタップし、接続済みの表示を確認してください。これでペアリングの設定は完了です。エレコム Bluetooth 対応ワイヤレスイヤホンで快適な音楽ライフを。エレコム。